稲田昌宿稲田正職8月28日から1968年11月28日は、大正時代から昭和時代の農学者、政治家、稲田家17代当主、男爵。北海道帝国大学初代総長、佐藤紹会の次男で、稲田家16代当主、おじ、稲田国種の養子。北海道札幌市出身。 東北帝国大学の丘大学卒業。在学中の1912年、三部勝美中尉や中沢寺兵中尉のスキー、講習会に参加し、大学にスキー部を創部した。おじ、稲田国種の養子となり、その引教に伴い、1920年3月10日に男爵を就爵。同年に東京外国語学校教授となり、その後東京農業大学教授となった。 1925年全日本スキー、連盟初代会長に就任。1925年3月、貴族院男爵議員に選出され、厚生会に属し1947年5月2日に、貴族院が廃止されるまで在任。1933年6月10日、貴族院議員視察団の一員として、横浜校より、横浜丸で出版し、サイパン、ヤップ、 パラオ、フィリピンなどを視察し、これを南や祖武器にまとめている。1936年、広田内閣で卓務政務次官を務めた。太平洋戦争後は日本大学教授となる。昭和43年に78歳で没した。ありがとうございます。